こんにちは、カズです。今日も、アリクスの新作をご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらです。タクティカルベストのグリーンとブラックの2色展開、メッシュの、ベストなんですけど、前回と出てます。これで、3シーズン目なんですが、値段がだいぶ安くなってます。前々回のやつが20万ぐらい、19万ぐらいで売ってたんですけれども、今回ちょっと仕様が軽くなって、税込みで9万5700円になってます。はい、で、とりあえず着てみます。ジッパーが二重になってて、内側を留めるとこんな感じで、ポケットがついてて、ついてます。はい、で、一番外側のジッパーを留めるとこんな感じになります。サイズは、フリーサイズ、ワンコのサイズのみになります。大体の方は着れます。相当太ってない太っている方以外であれば、着れます。で、こうやって、今カットソー1枚で着てるんですけれども、前回ご紹介したこういったアウターの上からでも着れますので、ちょっと着てみたいと思います。はい、どうでしょうか。テイラーコートの上からでも着用可能です。で、ジッパーを止めるとこんな感じです。はい、さらに外側のジッパーを止めることもできます。はい、このように、アウターの上からも全然楽勝着れます。はい、で、前にご紹介させていただいたステューシーの T シャツにもすごく色が合います。ちょっと着てみましょうか。はい、どうでしょう。重ね重ねですけど、すごく合いませんか。夏場でも使えますし、真冬でもいけますし、すごく使い勝手が良いメッシュベストです、はい、ちなみに黒も着てみたいと思います。はい、どうでしょうか。黒もなかなかいいっすよね。で、黒も同じく中身はこんな感じになってます。ポケットが2つついてます。
で、このままジッパーを閉じると、こんな感じです。はい、で、ここにプラスチックのバックルがついてます。で、サイズというか、まあ絞ることができます。前回ここ金属だったんです。金属のベルトで使われる、バックルだったんですけど、今回、プラスチックで、コストもすごく安くできたんだと思います。はい、で、使用をちょっと説明したいんですが、説明ができない、はい、はい、あ、そうだ、じゃあこういう、スウェットパーカーの上から着るとどんな風になるか着てみたいと思います。はい、どうでしょう。ちょっと分かりやすくグリーンの方から着てみました。黒の上からなんでグリーンから着てみます。全然いいっすよ。てかめっちゃいいっすよね。これで10万切ってます。10万切っても 9万いくらなんで、まあ高いは高いんですけど、前回のベストから比べると半値ぐらいなので、すごく安くなってます。はい、じゃあ黒でもう一回合わせて終わりにしましょう。すいません、今気づいたんですけど、こう内側の後ろにこうポケットがついてます。2つついてます。これはもう絶対落としてはいけないものとか入れておくといいかもしれません。いいと思います。例えばパスポートとかかな、あんまりそんなに出さない、差し入れしないものを入れたり、まあ予備のお金だったり買いましたり使えます。で、ちょっと今思いついたんですけど、北海道とか入れるといいかもしれません。はい、じゃあこれから取ってみます。どうでしょう、黒もいい感じでしょ。あ、でもマジで北海道いいかも。ここに、はい、はいはい、こんな感じで、タクティカルベストのブラックとグリーンの2色の、ご紹介でした。ではバイバイ。